なんでマスクしてんの？芸能人風じゃない？ぶってんの、うん、どうしたのマスク。くせえから。ああ、ニンニク？そう。昨日俺らラーメン食ってきたんだ。あ、そう。隣の女がさ、え？もう最初座って、うん、ってやってた。電車で。電車で。アナマサヨって買って出た時にブッシーに出たよって言えばいいか。もう二度と帳簿には来ないね。二度と来ない。毎回言うじゃん。家さ8時前に出て1時間プラスだ。2時間かかったね、うん、禁煙しなくていいじゃん。いや違う、俺あのちゃんとするようにしてる。いや違うの意味がよくわかんない。違う、違わないよね。違わないよね。もうね、この辺もついたのね。謎の男の声こもって聞こえないと。ゴニョゴニョしてる、うん、ホバリングしてるもん。あれ駐車え、何買うの？肉か。肉だ。腕肉がね、大きくてないらしいんだよね。腕肉？あの、ジローの使ってる肉は、うん、あの腕の肉らしいんです。なるほど。ロースではなく、うん、腕肉、うん、チャーシューは腕肉らしいんで、腕肉。まずは肉を求めようか。今日さ、めっちゃ多いんだよね。多いな。多いよ。こんないらないよ。失敗しとけるためにラオウ買おうよ。小麦粉って買ったんだっけ？買った買った。ローションと乾水と醤油を買った。うん、買ってるんか。なんでだよ。いや、朝飯食ってないからさ。いや、俺みんな食ってねえだろ。うん、若鶏の鶏ガラ？今何入れた？あと何必要？鶏ガラと、うん、あとは背脂。ちゃっちゃけ？背脂だから結局これはあれでしょ。まあラードでやる。ラードだよね。あ、人参もあるわ。人参、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 人参入れたっけ。人参入ってるよ、この中に。だし、だし的な、だしで、だし的な最初のスープの。じゃあ人参、カレーだなこれ完全に。多いんだよ。うん、このやついいな。トロトロ系がいいな。トロトロ系だとこっちでしょ。そ、じゃあそれにするか。え、もう通り過ぎたの台風結局。まだでしょ。どの辺にすらしてないんじゃない。あ、そうなの。うん、なんかそんな感じだった。え、上陸しないで、あの雨だったの。16日、うん、明日って聞いてた、俺も。最悪じゃんか。なんか山梨県注意報出てたよ今日。地元も警報でした。うーん、なんでそんな時に行くのあんたって言われたもん、親に。コウキと謎の男のせいだよとか言ってたけど。謎の男。これナビ動いてないんだね。道だけ出てるけど。コウキの車そうなんだよな、前から。なかなか反応しないんだ。
高速の分岐点で遅れて案内しだすから、ね、悪意悪意ある結局さ、今日、まあ今回さ、うん、ジロを作る以外にノープラン、あのすごい時間を持て余す気がする。あれさ、富士五湖の近くに、うん、あの氷結くっそ、あーはいはい鳴沢だっけ、鳴沢氷結、うん、穴ほら穴、そうそう、なんか超寒いらしい、ね、行く心霊スポットらしい、マジで、うん、やべえじゃん、疲れてるからな、うん、じゃあなんで言い出したの？泊まるとこの近くに忍野八海っていう有名なやつがある、なんか富士山の流れ出た湧き水が溜まる場所があって、うん、で透明度が半端ないの、マジで、うん、10メートル下ぐらいのやつがもう普通に見える、うんうん、それ入れないん？はい、入る入るってどういう意味？入浴あのね、多分死ぬと思う。だって物資の声ってこもってん通んないんだよね、ほんと空気が邪魔してるっていうか、空気抵抗半端ないっていうか抵抗率やべえ、抵抗率ね、恋の抵抗率はもっとやべえ、うるせえわ橋、あの橋までは完成してることはないと思うんだよね、でかいから、それまでのどっかが多分なってるから、あ、これもだって置いてもポール、あ、無理無理無理、マジで通れないようになってる、明らかにポールおかしいでしょ、おかしいね、こんなとこにないもん、ないね、なんだこれ、鬼畜、鬼畜、魚畜じゃない、あ、魚畜か、魚畜とかそういう、いや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 、ナビが案内してくんないもん、ちょっとナビこれ、あ、これちょっと完成して、あ、こういうことか、いやいやいや、やばいな、いや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 、え、なにこれ、どうなってるのこれ、こういうことね、これもう完全にあれだよ、アジアのどっかみたいになってる、真ん中通んないこれね、うわ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 、これ、車めっちゃ汚れんじゃん、いや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 、お、すげえ、うわー、やば、おお、すぐそこまで来てんじゃん。すぐそこまで来てる。いやっていうか、また先にもまた障害が。うわ、これ厳しいな。